今回はオキュラスクエスト2コースターコンバットをご紹介します。テーマパークのアトラクションを駆け抜けていくようなローラーコースター、乗るだけでも楽しめますが、基本的にはコースターに乗りながら浮いている宝石などを拳銃で撃って得点を稼ぐアクションシューティングゲームです。 Facebook のオキュラス用アカウント以外にもゲストユーザーとしてプロフィールを複数作成することができます。ボードはシングルユーザーのみですが、ゲストユーザーを追加することによって1台のオキュラスクエストでもご家族などでスコアを競い、ランキングを見て楽しむことが可能です。今回はローマ字でカエルと打ってゲストユーザーとしてやっていきたいと思います。最初は英語表記になっていたのでオプションで日本語に変更しました。このゲームは日本語でなくても楽しめますね。価格は990円、容量は 1.15GB 必要になっています。このゲームは本当にワクワクと興奮が止まりませんでした。個人的にはすごいおすすめです。最初から遊べるコースは5つで、左から火山の谷のボルカニックバレー、海賊の楽園、パイレートパラダイス、呪われた城、カーシルキャストロ、未来の街、ネオンナイト、急降下するヒマラヤハイ、そして鍵マークがついて遊べないゴールドラッシュ。ここをアンロックするためには各5コースで難易度イージーとハードで金メダルを獲得していかなければなりません。10個集めないといけないということですね。これかなり難しいです。各コースでは難易度が優しいイージーモード、難しいハード、そして乗るだけで楽しめるライドオンリーがあります。それではまず中心にあるネオンナイトのイージーをやっていきたいと思います。近未来の道路を駆け抜けていく感じですね。レーザーガンのようなもので緑に浮かぶクレジット、札束ですね。これをできるだけたくさん打っていきましょう。わー、すごいジャンプ。なかなかのスピード感ですが、 VR 酔いはあまりなくすごい爽快。映像も結構綺麗ですね。だいたい1コースは3分で、各5コース特徴があってバラエティ豊かですごく面白いと思います。イヤッホー、気持ちいい。途中でコースターに乗った敵も登場し、相手に攻撃されてしまうと集めたグリーンの札束をマイナスカウントされてしまいます。この星みたいなものを撃つと黄色い札束が登場し、より多くのポイントを稼ぐことができます。ここでは撃つことができませんでしたが、他のコースで登場しますのでチェックしてみてください。まさに遊園地のジェットコースター。前回ご紹介したエピックローラーコースターは無料しか体験していませんが、個人的にはこちらの方が VR 酔いは少なく、気軽にそして飽きずに楽しめました。なんかすごいワクワク感があって定期的にやりたくなります。すごくリラックスできるというか、ストレス解消になると思います。そしてそこまで落ちる怖さはありませんでした。最後には大ジャンプ、イヤッホー、急ブレーキでキキキー、すごい爽快。今回は 76% 銅メダル。どうやらイージーモードでは 90% 以上が金メダルになるようです。まだまだですね。続いて高低差の激しいヒマラヤハイツのイージーをやっていきます。ここでは電気ピリピリ雷棒みたいな魔法の杖でたくさんのクリスタルを壊していきます。うわー、これはかなり高い位置に来ますね。思いっきり下り坂、うわー、すごい急降下。でも何でしょうか、あんまり怖くなくてすごい爽快感です。僕が VR に慣れたっていうこともあるんでしょうか。いや、ここからがすごい。ジャンプ、うわー、着地、空飛ぶ浮遊感がたまりません。そして入り組んだ高低差のあるこのコース、すごい迫力があります。座ってやるのがおすすめです。いや、本当にテーマパークのアトラクションを楽しんでるみたい。このように壁に当たってしまうとクリスタルがスコアからマイナスされてしまいます。またジャンプです。雪山の尖ったつららに当たりそう。いやー、楽しいです。興奮が止まりません。コースによってはこのように矢印を打ち左右に分かれたりします。いや、インディージョーンズアドベンチャーみたいですね。他のコースが特に冒険している感覚を味わえるかと思います。いやー、もうずーっとドキドキ。またジャンプ、あー、この狭い中を駆け抜ける感じ最高です。この動画を見てご興味を持った方はぜひチャレンジしてみてください。雪男登場、氷の球を投げて攻撃してくるのですが、イージーは簡単。ハードになると攻撃力はパワーアップしてすごい迫力になります。よし、ここでポイントアップの星マークが出てきました。あ、打てましたね。ここでできるだけ黄色いクリスタルをたくさん打っていきましょう。トリガーボタンで打っていくのですが、連続攻撃だと疲れます。おっと、また雪男登場。この演出が楽しいですね。ちなみにシューティングアクションの中では的に当たりやすい設計になっているかと思います。ですがハードになるとすごく難しくなります。ゴールドラッシュをアンロックされた方っているんでしょうか。今回はどうかな。黄色いクリスタルでポイント加算、あー90点いかず銀メダル。次は呪われた城、カーシルキャッスル。どこかディズニーランドのホーンテッドマンションを思い出しますね。武器はハリーポッターのような魔法の杖、亡霊をたくさん倒していきましょう。お化け屋敷みたいですね。この音楽や効果音も雰囲気あるな。今回もイージーモードです。金メダルが取りたい。でもなんでイージーとハードがあるのにノーマルがないんだろう。ノーマルで金メダル取れればゴールドラッシュに進めるのが嬉しかったんですけどね。暗くて狭いお城の中を駆け抜けていく感じもすごい緊張感があります。うわ、幽霊が通り抜けた。おっと、あれは骸骨かな。
よし、黄色い腰のマーク打てました。これでポイントアップ狙います。今回は結構ポイントいったんじゃないかな。よし、どうだ。よし、90点いきました。96点、金メダル。やったー。次は海賊の楽園、パイレートパラダイス。南国の海と洞窟の世界でピストルを撃って、コインを獲得していきましょう。これもカリブの海賊というか、パイレーツオブカリビアンというか、もう冒険活劇の世界観。元気になりますね。コインのキラキラな音がまたいいですね。おお、海賊船の中。おーっと、声を張り上げる海賊が登場。うわ、何？なんか横切った。これは負けるわけにはいかない。宝箱でコインゲット。このオーケストラのような壮大な音楽、映画の世界に入ったみたい。よーし、いけいけー。うわー、もうワクワクが止まらない。今回はどうだ。よーし、90点以上。94点、金メダル。これで2つ目。最後のコースは火山の谷、ボルカニックバレー。おお、すーごい溶岩の世界。これも迫力ありますね。ここではボウガンで宝石をたくさん打っていきましょう。おっと、いきなり星印のボーナスタイム。黄色いダイヤをたくさん打って、できるだけポイントを稼いでいきましょう。この星のマークは出るところがバラバラみたいですね。一定の位置にあれば攻略方法がわかりそうな気がするんですけどね。あー、ハードモードで金メダル取りたい。ここはイージーモードなので取れるはず。ここもまさにインディ・ジョーンズアドベンチャーですね。ああ、本物のアトラクション体験したくなりました。でも家にいながらこの VR 体験ができるなんてすごい。何気にゆっくり座ってできるので、VR 初心者の方にもおすすめできるゲームかと思います。いや、なんか体中が熱く感じてきました。溶岩グツグツ。よし、今回はどうかな？やった、金メダル。92点です。そしてメニュー画面のハイスコアから遊んだ分のスコアが表示されます。友達や家族と競っても楽しめそうですね。今回の動画では始めたばかりのものなので、スコア表示は少ししか入っていません。っていうか僕のみですね。パーフェクト100点取ったらどうなるのかな。それでは次にライドオンリーで、シューティングのないコースターに乗っていろいろな景色を楽しみましょう。そしてハードモードにチャレンジです。ハードモードになると撃つアイテムが増え、敵も増えつつ攻撃も強くなる感じです。ただ途中で止まるようなゲームオーバーはなく、最後まで楽しめる作りですね。あまり連打せずに的確に撃っていった方がいいのかな。まだハードでは金メダルを取ったことがなく、何点以上取ればいいのか分かりません。ちなみに最後までスコアの途中経過も分からないみたいなので、あと何点取ったら金メダルとか分かったらよかったですね。あー、76点、銅メダル。難しいな。あー、敵の攻撃当たってますね。それにしてもすごいスピード感。近未来を駆け抜けるバイクが一番気持ちいいかもしれません。ボーナスポイントで行くかな。うわー、ダメだ、銅メダル。
オキラスクエスト2コースターコンバットいかがでしたでしょうか。ゆっくり座りながら爽快感を感じてストレス解消されたい方におすすめです。サクッと楽しめますがコースが少ないので今後のアップデートで増やしていただけると嬉しいですね。もし今回の動画が少しでも参考になったよ、良かったよということでしたら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。今後もオキラスクエストなどの VR ゲームをご紹介していく予定ですのでぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハァ、銅メダルゴールドラッシュに行きたいな。